日本近畿地方大阪府大阪市西成区岸の里、大阪フィルハーモニー会館西成区民センター、西成図書館天下茶屋駅西成郵便局、史跡天下茶屋と岸の里は、大阪市西成区の地名及び地域名である。岸の里、岸の里と表記されることもある。町名としては、西成区岸の里1丁目の3丁目、及び、 西成区岸の里東1丁目の2丁目がある。岸の里は、北端を天下茶屋駅、南端を岸の里玉出駅とした南海本線の線路と国道26号に挟まれた地域となっている。岸の里東は、松虫通りの南側、南海本線及び南海高野線の線路、半海電気軌動半海線の線路に囲まれた地域となっている。 また広い意味では、西成区塩寺、千本北、千本中、千本、南あたりの周辺地域も岸の里に含まれる。西成区の地域区分としては、岸の里連合振興庁会の管轄区域をもって、岸の里地域としている。なお西側に隣接する千本地域にも、岸の里の名称を冠した、施設等が見られる。地域の南側は玉手となる。 広域地名として捉えた場合、近隣にある天下茶屋との境界は曖昧となり、地域の大半は、広義の天下茶屋の一部とも認識されることがある。なお現在の岸の里東の一部は、1973年の住居表示実施前は、天下茶屋の町名であり、天下茶屋の地名の由来となった茶屋も現在の岸の里東二丁目にあった。また、南海、 地下鉄天下茶屋駅の所在地も岸の里一丁目である。地域は住宅地となっている。大阪メトロ四ツ橋線岸の里駅周辺には西成区役所をはじめに市成区の主要な公共施設が集中している。現在の岸の里一丁目にはかつて南海電鉄天下茶屋車庫があり、跡地には2000年代以降スーパーマーケットやマンションなどが建設されている。 鉄道の便としては、南海本線、高野線連貨茶屋駅、岸の里多摩で、駅、大阪市高速電気軌動四つ橋線岸の里駅、同堺筋線連貨茶屋駅、阪海電気軌動阪海線西天坂停留場、天神の森停留場が通る。また場所によっては、南海潮見橋線再天貨茶屋駅も徒歩圏内となる。また道路は、 国道26号が南北に通り、松虫通が東西に通る。また塩路2丁目の生誕を何は筋が通り、岸の里交差点西側約150メートル地点で松虫通りと合流している。地名の由来については古代白木と来剣氏族の南馬岸氏が居住していたことで岸氏が同音の岸に転じたという説がある。また、かつては、 大阪湾に面した海辺の環境だったことから、海辺にある集落として、岸の里の地名ができたという説もある。中世以降現在の岸の里東二丁目付近が、紀州街道沿いに開けた集落となった。その集落は勝間新家、後天下茶屋と呼ばれ、現在の岸の里東二丁目にあった茶屋が、現在の史跡天下茶屋跡にあたる。 現在の岸の里にあたる地域の大半は農村地帯となり、木津と小浜を結ぶ葛間街道が奇襲街道のバイパス的な役割として設置されていた。明治時代には、町村制に基づく西成郡今宮村及び葛間村、東成郡天王寺村が成立した。大阪市街地の発展に伴って、大正時代には住宅地となった。 1913年7月25日には南海鉄道の岸の里駅が設置されている。当時の勝間村には玉出尋常高等小学校があったが、児童数の急増に伴い1913年に玉出第二尋常小学校が開校した。今宮町、玉出町、天王寺村は1925年に大阪市に編入された。今宮町と玉出町ほか、 計4町村で、西成区が成立し、天王寺村ほか、計12町村で、住吉区が成立した。その後、1943年に、現在の岸の里東にあたる地域の一部が、住吉区から、西成区に編入された。町名は、西沙来家町、東沙来家町、千本通り、田畑通南海通松原通天下茶屋、 有楽町などの地名に分かれていたが、1973年に住居表示を実施して、現在の町名に整理された。この時に、岸の里、岸の里東の町名も、初めて正式に設定されている。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に。 西成区にある以下の通学区域に隣接する校区にある小学校、西成区内にある中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。